ちょっとセリフ変わったか今。カッカッカわしは偉い仙人じゃん。この前話した時にさ、死んだらここに来るといいぞみたいな、そんな感じのこと言ってたよね。なんか微妙にセリフが変わってる。特にセリフが変わってないんだったらもうそのまま飛ばそうかなと思ったんだけど、で今回のパートどうしようかね。まあ関所の方から、まあ、北の方に竹林抜けて北の方に行くのもありかなと思ったんだけど、まあ一旦町戻って、まあ、薬草とかを整えた方がいいよな。他にさ、その危ない HP がゴリゴリと削られてる。他に薬草を変える場所とかがどこにあるか分かんないからな、まあ、お店の場所くらいはしっかりと把握しておかないと後々苦労することになりそう。で、あのバンって書いてる、ま、待って、やっちゃった。バンって書いてる家あったと思うんだけど、あそこから出て関所の門みたいなマップがあったと思うんだけど、そこ敵をスルーすることができない。やっちゃった。変わり身を今間違えて出したのか。敵をスルーすることができないからさ、無駄に戦闘してしまった。まあこいつらも正直戦わなくてもいいっちゃいい敵なんだろうけど。おお、こんな多かったっけ。まあお金とレベル上げのためだな。戦っていこう。スマブラやってるような気分になるよな。まあ、スマブラよりちょっと人数多いけど、これ最大で敵マップに4体5体ぐらい出せるよね。これ下手にジャンプするよりも普通にぶん殴った方が早いか。今あれだな、コインが、コインというか小判か、取れてなかった。んでこれでこのマップはもう全部敵を仕留めた感じよね。でとりあえず街に戻るわ。ここは、え？ああ。なんかすげえ勢いで歩いてたからどうしたのかと思った。勝手に動いてるのかと思ったんだけど、頑張りなされ。こいつ、こんだけしか言わないキャラか。お店なかったよね。お店あったっけ？あ、お店あったか。ああ、メモ買っちゃった。おにぎりね、値段が高いんだよな。ステンレス等。あ、これあれか？武器か。これを買えばサスケを強化できるってことか。え、もともとステンレス刀ってアイテム売られてたっけ。いや、ちょっと敵多いな。薬草も値段が張るから、一回に逃げよう。スルーできるときはスルーした方がいい。俺ここ上行ったっけ。そもそもここ上行けるのかどうかも分かんないんだけど、スルーして、いや危ないわ。ナメプしたらナメプしたで殺される可能性があるから早めに行った方がいいよね。いや、おにぎりとかももう買った方がいいのかな。俺おにぎりの回復量分かんないからな。敵逃げてない。敵はおじさんに恐れをなして逃げてる。もう十分強くなった場合は敵も多少なりとも、あ、もう勝てっこないみたいなさ、桃太郎伝説の、うわ、桃太郎さんだ、これは叶いっこないみたいな、そういうノリでさ、敵が逃げてくみたいな。ああ、間違えた。またメモ買っちゃったよ。とりあえず団子買って。いや、まあ、こんぐらい買えばいいか。小技が効くみたいな感じだからな、団子はな。まあ、もう一個使うか。多分、十分適正レベル、より強くはなってると思うんだよな。でもお金今使いすぎたな。ステンレス刀だっけ。刀を装備した方が圧倒的に攻撃力は上がると思うのよ。いや、敵恐れをなして逃げ出したりはしてないか。いや、でも明らかに敵の HP が低くなって、いや、敵の HP が低くなってんじゃなくておじさんが強くなってる。はい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 、あ、なんかようやくあれだな、強くなってるのを実感できるぐらいのテンポのいい戦闘ができるようになってる気がする。イノシシが無駄にタフなのかな、気に入らないよね。
イノシシタフだけど、まあ、ちょっとつもうしんなんだけど、基本的にパンチ一発で、パンチ一発っていうか攻撃一発で倒すことができるから、この界隈で出てくる敵の中では比較的緩い方なんだよな。で、左目の方に行くか。あ、おにぎりまとめ売りみたいなお店あったと思うんだけど、そこの方に行ってみようか。あ、ま、だから間違ってメモ買うのどうにかしたい。3個500円だったらこれ買って、だからまたお金がマジで無一文だよな。もうお金なくなってるから、ちょっと使い方気をつけようみたいなこと言っておきながらこの状態だからな。いやでも多分この辺は適正レベル、今のおじさんの強さでだったらちょうどいいぐらいの敵なんじゃないのかなとは思うんだけど、いやでも敵があれだよな、レベルは上げやすいのかもしんないけど、そのお金が、あの木になれってやつ今上にいたな、まあ、上側に出てくることもあると。あれをステータス異常みたいのをいずれ防ぐアイテムみたいのをもらえたりすんのかな、アイテムとか装備品とかさ。はい、でこっち側は完全に未開の地だ。え、あんた誰、これ家の中入れる、あ、家の中入れるね。助けて、助けてください。誰だこいつ、変な人たちがいきなり、変な人しかいないだろ、何言ってんのこいつ。全てを乗っ取ってやるって、村の人みんな捕まって、いやそんなに捕まってなくないか、外に村人じゃないのかな、なんか流浪人みたいなやつがめっちゃうろついてるけど、でお願い助けてください。まあ任せとけ、なんだって、正義の忍者だからな。ごくり、サスケの声がちょっともちゃもちゃした声だったのを忘れて普通に地声で喋ってた。知られてしまったからには生かしちゃおうか。これ誰、敵キャラか。おお、お前らか、変な人たち。いや敵弱いわ、ワンパンで倒せる。おお、やっぱこいつら上位互換の忍者だ。少し硬いもんね、少し硬いけど全然どうにかなる。で敵もやっぱ武器使ってるから、あの青い何もない丸腰の忍者と比べるとこいつら多分攻撃力も高いはずなんよ。 HP ゲージを見ていないから分かんないんだけど、これどうなんだろうな、やっぱり謎のその辺分かん、あーまずいまずいまずい。おにぎり使ってみるか、何個回復する、200、おにぎりの回復量は200、おにぎり5個入り600円で、あ、違う、おにぎり3個入りを500円で買うのが一番パフォーマンス的に、もうあれだな、薬草じゃない、団子を、ん?団子でいいんだっけ、団子を買う必要ないのかもしれない。ただこれ敵が落としてる小判がさ、知られてしまったからには情けねえ。いや、画面切り替わんないでほしいわ。今のでコイン、あ、大丈夫だ、ないかなと思ったけど、あった。はい、おなご助けてやったぜ。え、若いのおかげで助かって、これをあげよう、書き留めておきなされ。日記を手に入れたぜ。日記ってさ、メモとは違う。あ、これあれ?もしかして無限に?あ、無限にセーブできる。うわ、もったいな。今までメモ買ってたのバカみてえだ。あー、やんなきゃよかった。くっそか。邪魔だ、邪魔だ、ドイチクリー。もうあとは普通に、村人が、さっきみたいなことにはならない。今の家入る必要なかったよね。でも入ったら入ったで、その、ただでセーブできるツールを手に入れることができますよっていうだけで、まあでも入った方がいいか。美味しいおにぎりはいかがですか?
3個800円ボッタだな。あーでやっぱステンレス塔が欲しいや。ステンレス塔があると多分ボス戦でもめちゃくちゃ有利に戦えるような気がする。はい、で新マップ、グワー、クマに注意。うわちょこのスプリンターに注意した方がいいだろう。なんなんだあいつら。おお、ちょちょ危ねえ。クマってもしかしてこのスプリンターのこと言ってんのか。いや、クマ全然いないからね。クマよりもスプリンターに注意にしてくれた方がいいわ。なにここ、なに陸上競技場的な場所なのか。で、これ赤忍者たち。赤忍者は青忍者よりちょっとすばしっこい肉弾戦を得意としてる忍者なのかな。武器持ってないもんね、赤忍者はね。ういうい、青忍者ら2倍ぐらいの HP あるよな。お金がな、まあでも1045今あるんだったらいいか。はい、で新マップ温泉まんじゅうとかやられてる。あ、入れる。でちょっと俺も干からびてきたから一回コーラ飲むか。うちの風呂にも入ってってくんなまし。温泉もやってんのか。あ、ステンレス塔2045円で買え、あ、2500円で買えるわ。ここでステンレス塔買おうか。